西山塚古墳、どっから入れるのかね。古いなこの地図は、あの写真がね、今ここにおるからここ入っていけんのかな。行けるのかこれ。目的地は右側です。お疲れ様でした。ここちょっと遅れるのかなこれ。公園部でございます。おお、登れるのにちゃんとしてくれてんねやんか。ゴーも残ってますよ、こっちもね。東も西も残ってる、あっちも残ってるな。おお、石垣崩れありますわ。もともとはこういう石垣はね、組んでないんでね。おこれ道を作ってくれたのこれ、上がれるように。すごいね、風が強いね。うわー、眺め最高やなこれ。風がね強いから。これは高いねこれ。これ頂上でございます。いやーこれ360度 見渡せるかね。これ奈良も西の大阪方面も二条山から桂木山、金剛山まで360度見渡せるかね。あ、西川にも豪が残ってるの見えますね。そこ、これずーっと、これ大きいぞこの古墳。これあのこのイメージからするともうちょっとあそこやろ。どうなんだろうね。あっこ回るの大変だったね。あの車をね入れてで村の中に大御所な、ずれっと何年か前やけど。いやーこれいい眺めでした。こちら公園墳の方だ。あ、ちょっと待てや、これこっちが古墳じゃんか。そうやな、勘違いしてたね。こっちは古墳みたいだね。ここね、大きいねこれ。 100m 以上ありますこれ。そういうことやろ。だからさっきのは訂正、こっちは古墳、北に古墳って言って、まあ、当時はね畑やあの こうね、だんだんなってるでしょ。こうね、でこちらがこっちが豊富ですこれ、北向いてる。いやちょっと無理ですね、降りれないね。おーどうぞ、奈良や。風が読まんね、風が。最高の景色でございました。360度、東殿塚古墳やったっけ。じゃあ携帯天皇陵やったっけ。携帯天皇皇后陵やったな。
どうもね、民有地でございます、これ。ここちゃんとね、ここ上がれるようにしてくれてるんだよ、これ。だから北から見らないかんねんな、基本の方は。ここね、ここずっと行くんやから、ここね。どっから。あれ、これ来たことあるか、入って。これありますわ、ここでね、優待したことあるから覚えてるわ。ここも古墳です、これも古墳です。これ。これも、これも、これも。あの向こうも。古墳だらけだけど、残念ね、回られへんこれ。あれやけどね、ちょっといい絵が撮れないね。ちょっとしか撮れませんでした、これじゃ。こんな広いのにね、ここで回ったな、ここに入れてね。何年も前の話やけど、こっから取れまへんか。道かね。ダメだな。だね。これだ。